雄一は次第に時代の波に飲まれて。エール。時は昭和12年、日中間でいざこざが発生し、町は次第にその様相を変えていこうとしているが、雄一親子に大きく降りかかってくるとはまだ夢にも思っていませんでしたね。雄一の作曲した露営の歌が大ヒット。廿日市が敬語になるわけです。雄一のプレゼント、小山家にオルガンが入りましたね。元にまた音楽が戻ってきそうですが、花ちゃんはあまり歌には興味がないのかな。そして銀が雄一に会いたいと。そんな第72話のお話は、雄一久々のヒット曲露営の歌を作曲してから1年後、銀と音の智彦が小山家を訪れる。二人がやってきた理由は、智彦の勤める陸軍の馬政課が作ることになった映画暁に祈るの主題歌を雄一にお願いをするため。雄一は引き受ける条件として、歌詞を村野哲夫、歌を佐藤久志にするということで作曲を引き受けた。これでついに福島サンバガラスが始動することになった。第72話はこのようなお話になるようです。いよいよですね、福島サンバガラス。夢や希望はある日突然叶うものでもありますよね。しかも夢とは関係のないことや人物からもたらされる。音楽とは関係のなさそうな銀の夫、軍人の智彦からもたらされるとは、雄一は夢にも思わなかったでしょうね。しかし、どんな形であれ、福島サンバガラスの始まりです。第71話のお話は、日中戦争が勃発した。初めのうちは国民の生活に大きな影響はありませんでした。とナレーションが流れる雨の降るある日。近くの人が出征するのでしょう。万歳、万歳と聞こえます。花ちゃんが何してるの？と聞くと、雄一は、あの人はお国のために戦いに行くんだよ。立派だね。お父さんは行かないの？わからないなぁ、と。彼はもしかして長引けば自分にも国からお声がかかるかもしれないと思っていたのかもしれませんね。戦前の法律では17歳から40歳までの男子に対し兵役の義務が定められていて、選ばれるのは健康な人で抽選によるものでした。実際、ドラマの中の昭和12年では 47% の男性が2年間の兵役を余儀なくされ、終戦間際では 77% まで膨れ上がっています。雄一も、もしかして自分も、なんて思ったかもしれません。そう思うことが当たり前の時代だったのですね。花ちゃんが習字しているのを雄一がビデオカメラで撮っていました。やはり普通の家庭よりも小山家は裕福ですよね。今では誰もがスマホで動画の撮影はできる時代ですが、あの頃はいくらくらい値段がしたのでしょう。相当高かったと思います。そんな雄一の目にふと止まったのが、新聞に載っていた出征していく人のための詩、露営の歌。この歌に雄一は何か惹かれるものがあったのでしょう。すぐに雄一が言う、降りてきた。そんな感じになっていましたね。モデルの小関裕司さんも、満州旅行からの帰りの下関から東京への列車の中で、新聞に載っていたこの詩を見かけ、そのまま作曲。東京に着いた小関さんに、日本コロンビアの社員が依頼したところ、すでにできていたというエピソードがあります。コロンブスでは廿日市が作曲家がいないと頭を抱えていました。
そこへちょうど雄一が作曲したロエーの歌を持っていくと、2人とも驚いていました。小関さんの実際のお話に似せてきたのですね。しかし廿日市は曲が暗いと。彼は現在国威高揚中君愛国だと。国威高揚は国家が対外的に威信や威力を示し奮い立たせることで、現在ではオリンピックの時やスポーツ大会の時にたまに耳にしたりしますね。中君愛国は君主に忠義を尽くし祖国を愛することですが、現在ではほとんど一般では聞かれない言葉ですね。歴史の勉強で習うくらいでしょうか。あの当時はこの言葉が現在でいうトレンドだったのでしょう。廿日市はもっと明るく元気になるようなメロディーがいいと言うと、雄一は出征していく人のことを考えるとこのような曲調になりましたと。彼は出征していく人、残される家族のことを思うと明るく楽しい曲になるようには書けなかったようですね。優しい雄一です。杉山茜がとてもいいと言うと、どうせ B 面だからいいかと。廿日市、ディレクターは杉山茜の方がいいのでは、彼女の方が廿日市より見る目がありそうです。そして彼女は、歌手は虎田熊次郎が空いているというと、廿日市は露骨に、いやだと相当嫌っていますね。まあ当然かもしれません。実力はないのに態度は世界一ですから。そして自信は世界一の久志が歌うことになりました。廿日市はまた、まあ B 面だからいいかと。彼はレコードの B 面をなめていますよね。 B 面が A 面を凌駕した曲はたくさんあります。ガロ、学生街の喫茶店、ダウンタウンブギウギバンド、港の陽子横浜横須賀、キャンディーズ、年下の男の子、松田聖子、スイートメモリーズ、制服などとてもたくさんあります。もしかしてこのロエーの歌が B 面が A 面を凌駕した初めての曲になるのでしょうか。そしてロエーの歌は大ヒット、出征する人のために歌われる歌になったようです。国民的歌謡曲とでも言うのでしょうか。今でもたまに耳にしますよね。その大ヒット曲を軽く見ていた廿日市が小山家にやってきました。多分カルピスを持って、ちょっと手土産にしては簡単すぎるような気もしますが、花ちゃんはわかるのですね。お父さんに対していい人と良くない人が逃げ回っていました。廿日市は動物にもとても嫌われる人のはずです。ロエーの歌は50万枚を超える大ヒットでまだまだ伸びると、私は小山先生はいつかこうなると信じていましたよと。コロンブスはいろいろな人がいますね。世界一態度のでかい虎だ、世界一自信のある久志、世界一手のひら返しがうまい廿日市、立派な会社です。雄一は大ヒットしたことで音にオルガンをプレゼントしました。彼女自身も少しずつ音楽に戻っていきそうです。そして花ちゃんの友達にオルガンを弾いてあげて一緒に歌を歌っていたのですが、花ちゃんは興味がなさそうでした。花ちゃんは歌を歌うのが楽しくないのかな。両親とはどこか違うようです。それを知らない雄一と音、このことで後に小山家に何か起こるような気がします。そして1年が過ぎ、銀と音の智彦が雄一に会いに来ていました。これが福島サンバガラスが動き出すきっかけになるのですよね。次回も楽しみです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。